高速道路上に設置された本線料金所。一般レーンの他に ETC 専用レーン、ETC 一般兼用レーンがある。本線料金所は高速道路や有料道路の本線上に設置される料金所である。有料区間あるいは無料区間に入る場合に本線料金所が設置されることが多い。通常は料金区間の端部に設置される。 バリアの通称を持ち、ネクスコなどの高速道路管理会社の表記では、括弧を用いない、チェックバリアという表記も使用される。利用者の間では、単にバリアと呼ばれることもある。英語表記は、通るバリアー。本来、交通を遮断する料金施設のことを通るバリアーというが、日本においては特に本線料金所施設全体のことを言う場合がほとんどである。また、 料金所によっては、集約料金所と表示されているところもある。福岡西料金所全車両が停車し、料金処理を行う。大距離制料金の道路の場合、料金区間支店の本線料金所では、通行券を発券し、料金区間終点の本線料金所では、料金の徴収を行う。均一制料金の場合は、料金の徴収を行う。また、 料金区間が二つに分かれていて、かつ通過交通の多い場合、境界付近に設置した一つの本線料金所で、同時に料金の徴収を行うことにより利用者の利便を図ることができる。なお、本線上に設置されるため、渋滞の原因となる。そのためノンストップで通行できるシステムが開発、実用化されている。料金所と車両の両方がこのシステムに対応している場合、 自動車は停車しないで通行できる。設置の目的には、不正通行を防ぐためと、通行券の交換、高速道路会社の管轄が異なるためなどである。2004年以降、新直轄方式による高速道路整備が進められていることから、国土交通省が管理する無料区間とネクスコ三3社などが管理する有料区間の境界に設置される、本線料金所が増えている。 手グ不山高速道路近海不山料金所、台湾においては、インターチェンジに料金所を設置せず、高速道路で本線上に定期的に料金所を設置していた。走行距離が長いほど多くの料金所を通過するため、結果的に遠方へ行くほど多くの料金を支払うシステムを取っていたが、中華民国政府は2013年12月30日を、 もって、すべての本線料金所を廃止し、ETC システム利用の距離制料金へ移行した。韓国においては、京都市高速道路、第二京神高速道路、ソウル外角循環高速道路で、本線上のみに料金所を設置している。また、民間企業が管理する高速道路についても、多くは、本線料金所にて、料金収受を行っていたが、2016年に、 韓国道路公社管理区間と一括徴収するシステム導入により多くの本線料金所が廃止された。2000年代から ETC の普及や他の道路と延伸接続による統一料金制度以降で廃止されつつある。料金所での料金徴収方法の一つで、一本のレーンにブースを前後2個設置し、侵入車両について2台同時に料金を徴収する方法である。 交通量が増加し本来なら、レーンの増設が必要であるが、場所の確保が困難な場合に実施される。ETC が普及する前は、首都高速道路や名古屋高速道路及び、阪神高速道路の本線料金所などで行われていた。しかし、ETC の普及に伴い、現在では廃止されている。ありがとうございます。